ようこそ、エナシフ TV へ、世界で一番脱炭素の熱い魂雄大です。今日はこのニュースで参りたいというふうに思います。中国の脱炭素に関する本音。世界の脱炭素、今ではもうこの流れが今後確実という形になってきましたが、実はちょっと前まではそうでもありませんでした。2020年9月に中国が2060年カーボンニュートラル宣言を行ったことが、個人的にはゲームチェンジャーであったと見ています。その後に日本が宣言をして、アメリカがパリ協定に戻ってきて、そこに ESG 文脈など金融セクターの動きや、GAFA に代表されるような産業界の動きもですね、連動して、今の大きな流れになったというところです。そう考えると中国の脱炭素の流れに貢献した度合いは実は大きいのですが、ただ果たして中国は本当に脱炭素をこの瞬間やる気があるのかというところ、ここは今一度しっかり立ち返ってみた方がいいと思います。というのも時間軸が異なるからです。中国については長期ではカーボンニュートラルでも、短期中期は CO2 を出す。しっかり見ていくとここが鮮明です。時間軸が違うので二枚舌のように見えますが、どちらも彼らの本音になります。このあたりで今日は解説をしていきましょう。ということで今日は1、COP26 で明らかになった中国の本音を解説し、その前提となるところで2、中国のエネルギー事情を概観し、3、なぜ中国が再エネに取り組むことにしたのか、元々の経緯をご説明した上で、4、長期で脱炭素を選択する理由、こちらを見ていければというふうに思います。ということで早速参りましょう。1、COP26 で明らかになった中国の本音の解説からです。COP26、議長国イギリスがめちゃくちゃ躍起になって取り組んだテーマがあります。それが石炭火力の段階的廃止です。で、こちらについて交渉に交渉を重ねて、最後粘りに粘って、この石炭火力の段階的廃止を文言に入れた形で宣言を採択しようとしましたが、止めた国がですね、2つあります。中国とインドです。中国もインドもカーボンニュートラル宣言をしているのであれば、長期で見れば CO2 を出さないことにそれぞれの国が合意しているのに、段階的な廃止に反対するのはなぜ？この脱炭素時代にコンセンサスブロックをすることになるかもしれないリスクを冒してまで、彼らは何を取りたかったのか？当たり前ですが、彼らは CO2 を出したいんです。この瞬間、そこを奪われるわけにはいかないんです。このあたりは2以降で見ていきますが、普通に考えてそれ以外の理由があるわけがありません。今でこそ各国ですね、脱炭素とか CO2 削減とか言ってますが、もともと気候変動交渉では実効性のある脱炭素枠組みを作るのに四苦八苦した歴史があります。そして反対する急先鋒の代表格がこの中国とインドだったというのも事実としてあります。彼らは今世界で最も CO2 を出している国と3番目に出している国、これらの国々がしっかり CO2 削減にコミットしないといけないのに、 CBDR 原則というものを持ち出して、まあ、そこ詳しくはご説明しませんが、そういう原則を持ち出して CO2 を減らすのは先進国の責任だと主張し続けてきたんです。それがこの2カ国なんです。代表格ですけれども、で、都合のいい時はですね、途上国の皮をかぶって経済成長をする権利を主張してきた国がこれらの国々です。そう、簡単にですね、本質が変わるわけがないんです。つまり目下の経済成長を阻害してまで CO2 削減をする気がない、これが本音です。さて、コップの文言どうなったか見ていきましょう。もともとイギリスが入れたかった文言はフェーズアウトという文言です。アウトという文言の通り最終的にゼロにするという形になっています。ただ別に年限は区切っていないので、あくまでも超長期であってもいいから最終的にはゼロにしようという趣旨のものになっていました。さらに見ていただきたいんですが、最終的に採択された文言をこちら見ていただくと、石炭火力の前にアンアベイテッドという文言が入っています。これをつけることによって廃止対象とするのはあくまでも CO2 対策のされていない石炭火力という意味になります。つまり石炭をダメと言っているのではなくて、あくまで CO2 を出すような石炭火力をダメとしたかったわけです。つまり例えば CO2 回収装置をつけたりすれば石炭火力を使う余地はこの文言上も残されています。つまり、もともとイギリスが取りたかった文言は、CO2 削減措置のない石炭火力の段階的廃止であったということです。CO2 削減措置が取られていないのであれば、CO2 を当然その石炭火力発電所は出すことになりますから、それこそ人工光合成ができて大気中の CO2 を中国が石炭火力が出している以上に吸収するというようなことがない限りですね。中国はカーボンニュートラル無理なわけで、先ほども言いましたが、カーボンニュートラル宣言をしているならできるよねというのがイギリスの考えだったわけです。ただ実際は先ほど申し上げたように CO2 を当面出し続けたいわけですよ、中国インドはですね。なので彼ら困るわけです。ここで外堀が埋まるのは困るんです。実際に脱炭素転換ができてから手のひらを返そうとしている彼らとしては時間を稼ぎたい
そういうことです。なので廃止ではなく削減にするべきだと主張をします。つまりゼロにすることは確約しない、でも減らす分には合意をしようということです。結果ですね、文言フェーズアウトの代わりにフェーズダウンという文言が用いられる格好となりました。ただカーボンニュートラルを宣言しているから自国都合と主張するのは整合的でない、脱炭素に後ろ向きな国と思われたくない。そのため中国はなぜ反対したのかについてこのように言います。多くの発展途上国では未だに電力の普及や十分なエネルギー供給が行き届いておらず、石炭の使用終了を要求する前にこれらの国のエネルギー不足を考慮すべきだ。はい、出ました。都合のいい時には途上国側に立つ、しかし自己都合にはできないので、あくまでも他の途上国が困るから中国はそれらの国に代わって代弁してあげましょうと主張。これですね、気候変動交渉の本質からすると変な話で、別に他の途上国も自分たちで採択に賛同するかどうかの権利を持っているので、それらの国は自国にとって本当に都合が悪ければ反対票を投じることができます。もちろん他の国との関係を気にして手を挙げられない国もいますでしょうが、だからといって中国が代弁してコンセンサスをブロックするのをちらつかせるほどのものではありません。この中国の会見はいかに中国が自己都合で反対したのかということを逆に如実に表しています。一応これまでは自己都合でも正面切って反対していたことから鑑みると、世界的な脱炭素の流れが中国に脱炭素に取り組まない姿勢を出すことについて気を使わせるところまで行ったという意味では一つ進歩かもしれませんが、いずれにしても中国の本音はここにあるわけです。さて、中国の本音の根源は何か見ていきましょう。2、中国のエネルギー事情の概観です。こちら見てください。一次エネルギーの構成比率なのですが、中国見ていただくと圧倒的に石炭の比率が高いことがわかります。ちなみにインドも高いのがわかっていただけるかというふうに思います。半分以上を石炭でエネルギーを賄っている国が中国です。日本がとかくこの脱炭素の文脈とかだとやり玉に上がりますが、確かに発電では日本石炭多いんですけれども、一次エネルギーとなると中国との比較では日本も可愛いものです。つまり石炭に何かがあると中国はエネルギー供給に支障をきたすという構造になっています。先般中国の電力不足についてこのチャンネルでも解説をさせていただきましたが、中国の生命線は目下石炭というところになっています。でこちらについてなぜ中国はこんなにも石炭を使ってきたのかというところなのですが、それはエネルギー需給が関係しています。これが中国にとってはものすごく大事な指標になります。ここが全ての本音に直結してくるので、皆さんこのエネルギー需給、ここを押さえてください。中国はエネルギー需給について直近がどうかというと、2020年の自然資源部の発表によるとエネルギー需給率は 81.7% と高い状況です。実は中国は原油はこのように第7位の生産国、そして天然ガスも生産をしているのですが、これらについての需給率はどうかというと、このようにどんどん輸入比率が上がっていて、原油も天然ガスも世界最大の輸入国になっています。それでもなお中国がエネルギー需給率を高く保てているのは、石炭を中国が自国内生産でできているためです。でですね、今石炭のお話を申し上げましたけれども、この石炭も含めたエネルギー自給率について中国は高く保ちたいという考えを持っていて、国家能源局によると中国は第13次5カ年計画期間中に積極的にエネルギー供給改革を推進、その結果エネルギー自給率は常に 80% 以上を維持するなど、エネルギー自給率について中国のこだわりがあるのがこのあたりからも見えてきます。でこれを支えていたのが石炭なんですが、この石炭のところについて豪州からの輸入を停止して 10% 弱の石炭輸入量のところが絞られてしまったこと、国際的な石炭価格に連動して中国国内の石炭の価格が上がってしまったこと、そこに中国の電力会社に課せられている電力価格抑制策が組み合わさって電力危機になったというのをこの間説明した通りです。そしてこうした電力危機は中国にとって何よりも優先したい経済成長、こちらを阻害することになるので、中国はどんどん石炭の在庫を増やせ、採掘しろという指示を出します。具体的には8月の段階で中国政府の関連部門は石炭不足による発電機停止を防ぐため各主力電力企業に対し短期的に発電所の石炭在庫レベルを引き上げる旨の通達を発出、そして石炭不足の深刻化を受け、それまで禁止してきた豪州産石炭の荷卸しを始めたとの報道もありました。結果で国内石炭の増加については8月からの累積で年間換算で 1.2 億トンの生産能力を増加し、12月までに合計5000万トンを増産できる見通しとなりました。輸入石炭の増加についても9月に輸入量が再び3000万トンを超過しましたと、このように石炭についてめちゃくちゃ積極姿勢を出しています。報道では中国は脱炭素を優先とかいう報道もありますが、これを見ていただくと実態が分かっていただけたかなというふうに思います。つまり中国のエネルギーの生命線はとにもかくにも現在は
石炭という形になっています。石炭に影響が出ると電力危機にもつながるというところ、このあたり実は彼らの脱炭素政策にも関係してきますということで、3、なぜ中国が再エネに取り組むことにしたのか、元々の経緯こちら簡単に見ていきましょう。中国が再エネに取り組むことになったのは、再生可能エネルギー法を2006年に制定したことが契機です。なぜこのようなものに取り組もうとしたのかというと、発端は実は今中国が直面しているのと同じ電力危機です。中国はたびたび電力危機に見舞われています。というのも、そもそもエネルギー需要の伸びがものすごいので、それに合わせてエネルギー供給を増やさないといけないため、需要の伸びにですね、供給が追いつかないということがたびたび起こります。実は今年の電力危機の発端も、コロナからの世界的な経済回復の中で、中国の世界の工場としての機能、こちらがゆえに電力需要が中国で急激に伸びたこと、これが発端でした。さて、2006年の前に何が起きていたかというと、電力不足が起きていました。2002年より始まった電力不足は、2003年に本格化。2003年には23床市、そしてですね、2004年には24床市でですね、電力不足問題に直面ということで、結構その影響は深刻なものでした。こうしたこともあり、中国はエネルギー自給できる電源の確保を検討します。その結果、再エネを増やすのも選択肢の一つだ、ということになり、2006年の再エネ法の制定につながります。日本が固定買取制度で再エネ導入に取り組み始めたのが2012年ですから、それに先駆けること6年、中国は再エネ導入を法律で定めたわけです。ただ、これまで脱炭素とかではなく、エネルギー自給だというところ、スタートがそこだというところ、そこをしっかり認識する必要があります。そういう意味では、今石炭を守りに行っているところと、再エネの導入、そこの根っこはいずれもエネルギー自給、ここにあることがわかります。ただ、短期と中期のところは石炭、そして長期の時間軸で再エネという形になるというところもまた中国の特徴になります。ということで、4、長期で脱炭素を選択する理由、こちらを見ていければというふうに思います。2006年に法律を制定して以後、中国はこのように順調に再エネ施策を展開してきました。2007年に再エネ中長期発展計画を発表、そこで再エネ比率を明記し、そして2012年には5カ年計画を発表、これらの過程の中で大気汚染に取り組まないといけなくなると中国固有の事情も加わり、結果で特に2013年ぐらいから加速度的に再エネの導入が進んでいくことになりました。そして今では再エネの導入量は世界のトップ、例えば2017年の数字を見ていただくと、世界の導入量の4割弱が中国ということで、再エネについてはもちろん経済規模というところもあるんですが、絶対量という点ではぶっちぎっている状況です。こうした中で中国は太陽光パネルの生産でも世界を引き離します。2000年代中頃までは世界の太陽光パネル生産トップは日本でしたが、今では中国のパネル生産シェアが7割を超える形となっています。風力についても、風力メーカーの上位は欧州と中国勢が並んでランクインする形となっています。つまり導入絶対量も世界一位、太陽光風力も世界トップクラスのサプライチェーン支配力を持っている、オペレーションのところもノウハウがある、これは単に自国の自給のみならず世界を取りに行けると、こうなったわけです。しかも今はエネルギー供給は石炭に頼っているものの、これから増え続ける需要をどこまで自国石炭採掘で賄えるかもわからない、原油天然ガスの外部依存度は先ほど述べたように増えてきているとなれば、電力のところは長期で再エネにし、そして輸送セクターは電化をする、産業育成という文脈でも、例えば車であれば内燃機関では追いつけないけれども EV であれば勝負になる、しかも再エネが増えるのであれば鍵となるのは蓄電池、この蓄電池の部分は CATL が世界トップシェアを誇り、ここでも勝負になる。なので長期では脱炭素、これがエネルギー自給的にも産業発展的にも解になる、だから2060年カーボンニュートラルなんです。結果的にそれで CO2 が減るという形であり、 CO2 を減らすためにではないんです。もし本当に CO2 を減らすべきと思っているなら、コップの場で反対したりしません。時間軸的に長期が脱炭素、短中期が石炭、これが中国の解であり、そこに実に整合するように中国は動いています。なので中国を見るときには、ぜひこの時間軸が二軸あるということ、これをぜひ頭に入れていただければというふうに思います。そこに中国の本音がありますので、ということで今日はこの一言でまとめたいというふうに思います。中国は短中期では脱炭素しない、でも長期では脱炭素。